はでですす本日はアンケート企画巨人編でございます今シーズン、丸選手、若林選手、ウィーラー、中島選手のコロナ感染、坂本選手の骨折、梶谷選手の離脱、吉川直樹選手の骨折、菅野選手の度重なるけが、デラロサの市民関連の離脱、怪我そしてメルセデスの出遅れ、テームズのアキレス腱断裂、スモークの帰国。 そして丸選手が不振の抹消などもうとにかく計算外だらけだったんですよねで上げればキリがないほどに離脱者が出てしまいましたし本来活躍してほしい選手が活躍とはなっていなかったり苦しいところが多かったんですそんな中でも今は首位と2ゲーム差の2位 で、最終盤のヤクルト戦での大敗で雰囲気が悪くなったかなとは思いますが、とにかく負け試合でも最後までわからなくする。相手に圧を与え続けるというのが、まあ、やはり巨人の強さだと思いますし、これだけ離脱者が出ていても、なんとかできる選手層、えぐいなと感じます。そんな巨人についてお話ししたいなと思います。まあ、先日の総括のところでも軽くお話ししましたが、まず先発ですが、先発防御率が3.40でリーグ2位、QS 率52.9%でリーグ2位。 菅野選手が9試合で52回、2関東、5QS、2勝4敗と、登板試合では試合を作ってくれるんですが、前回の復帰登板ではスピードも出ておらず、オリンピックも難しい形に。そして今村選手も数字こそまずまずですが、イニングを食えない試合が続き、中継ぎ起用になっています。まあ今後先発に戻ると思いますが、少し苦しい状況になっています。ただその中で高橋幸希選手が15試合で93.1回、9 9 s 9勝3敗、 奪三振率は5未満ですが今はチームの勝ち頭になっていますサンチェスの安定感が苦しいんですが高橋選手、戸郷選手で17勝7敗と10の貯金ですメルセデスも復帰後すでに5勝山口選手も4試合投げて2勝 菅野選手、高橋選手、戸郷選手、山口選手、メルセデス、今村選手、畠選手、サンチェスと、まあ、菅野選手以外にも先発候補は多数いますしサンチェスの調子の波を考えてずっと固定しなくてもなんとかなる、まあ、本当に強いなと思いますしまずは菅野選手のコンディションが後半戦大事になるかなと思いますそして中継ぎ今年かなり課題とされていた中で中継ぎ防御率は3.51 デラロサは離脱中川選手もなかなか状態が上がってこなかったことで後ろが流動的になりました、まあ、その中で中川選手も離脱そしてかなり刻んだ系統一人一冊だったりマシンガン系統とも言われるような系統が目立ちました先発がイニングを投げても中継ぎを大量に投入するということもありましたが前半戦全体を見てみると実は中継ぎの投入数300はリーグ2番目なんですよね、まあ、1位が d n a になりますので、まあ、先発のイニングというところで差はあれど巨人は先発の給出率がリーグ2位で これっていいうのはは、まあ、多い方ではあるかなと思いますただ、中継ぎがこのオリンピック休みで休養が取れますのでそこを含めての休用だと思いますさらに今はビエイラが抑えとして一本立ちしそうで9回に刻む必要はそこまでないですし大江選手は今季3試合しか失点していません今は21試合連続無失点中と抜群の安定感 最近は1イニン,ング起用と序列も上がってきていて少しずつ中継ぎ陣安定感が見えてきて終わりましたまた高梨選手は今季対左が1割7分で対右が3割3分3厘なので対左起用というのは納得です マシンガン系統的なことが悪く言われることもありますし実際私も心配していますがある程度巨人の中継ぎのデータを見ると分からなくはありませんむしろ9回で終わること抑えがまだ絶対的ではないことを考えてビエイラが不安だった時に左で村上選手となった場合に左のジョーカーを残しておいて最後に1冊勝負というのも今後必要になってくるんじゃないかなと思いますそして打撃陣 チーム打率2割5分2厘でリーグ4位本塁打109はリーグトップ OPS7 割3分7厘はリーグ2位得点圏2割4分3厘はリーグ4位盗塁51はリーグ2位タイ何度かお話ししましたが梶谷選手坂本選手丸選手岡本選手スモークテームズかウィーラー吉川選手大城選手といったラインナップ想定もほとんど揃うことはありませんでした頻弾も目立ちメンバー自体は強力ですが打線は計算通りとは言っていません その中で3番吉川選手だったり、2番ウィーラーなど、とにかくいろんな運用を強いられました。スモーク昇格のため、好調だった勝木選手の抹消、なかなか調子が上がってこない丸選手を抹消したり、坂本選手が調子が上がらなかったり、怪我人以外で調整を余儀なくされました。そんな中でも少し調子の波はありながら、手法として試合に出続け、スリーランなど、チャンスで1本出して、27本、80打点と素晴らしい成績の岡本選手、本当に素晴らしいです。 また、外野手も空いていたら出てという形にもなっていましたが、今季岡本選手の次に試合を出ているのが、松原選手の77試合なんですよね。で、彼もまた2割7分3輪8本塁打、21打点、OPS7 割7分と、相手からするといやらしいですし、長度もある1番バッターとして、投手にプレッシャーを与えることができています。 テイムズ、スモーク、梶谷選手、丸選手、ウィーラー全員揃ったならなかなか出場機会がなかったと思いますが本当にしっかりアピールしてくれています2桁本塁打がウィーラー、丸選手、坂本選手そして27本の岡本選手大城選手、松原選手が8本とやはり一発が打てる選手が多いんです一時期は起爆剤にもなっていた北村選手本来なら精二類視的な吉川選手ユーティリティー若林選手外野サブの重信選手正直失敗も目立ち少し起用が悩ましい 増田選手ででですすがが控えまで層が厚いんですやはりフルメンバーではなくても相当レベルが高いチームだからこそ主軸の怪我人が出ていても何とか回すことができたと言えるのかなと思います。 総合満足度が6.23このアンケートが6月20日までなので特に巨人と阪神かなりゲーム差がありましたこの中なので少し低くはなっています、まあ、今季はとにかく計算外が続きますのでチーム全体の満足度はどうしても下がってしまうかもしれませんで指摘いただくラグに関しては申し訳ございませんデータ集計はもちろんですが全て目を通させていただいた上に判断させていただいてますのでどうしても時間がかかってしまいます そして、いただいた意見としては、怪我人が多い中で何とかやってるはず。なんだかんだまだに、目指すのは優勝だから減点。 納得できない采配多数。先発の懲罰交代、異様なマシンガン系統、選手ごとに異なる首脳陣の態度ありますが、故障者多数の中で頑張っている。主力メンバーの不傷、不調が目立っているから。歴史的品打、コロナ大量離脱、坂本選手、菅野選手、梶谷選手故障と苦しい中で2位は高評価。フル回転の投手陣が素晴らしい。野手も主力が抜けていく中で、サブメンバーで補えているのが素晴らしい。戦力的には独走も狙える可能性があったが、主力の不調や怪我が多発しているから。 坂本選手、梶谷選手、菅野選手、野上選手や丸選手の不調などさまざまな戦力ダウンがありながら現順位につけているのは監督や選手の努力の賜物だと思うから系統がしんどいです。順位には文句ないが特にひどい采配が目立つ。投手不足、順位の割に試合ないようにきつさを感じる。よくあの戦力で2位で耐えている。 選手管理が心配、怪我人が多すぎる、怪我が治ってもまた別の誰かが怪我をして離脱する、今のマシンガン系統で高梨選手や鍵谷選手をワンポイント的な運用は正直厳しい、得点圏での弱さが目立つが、先発陣が頑張っている、勝てる試合をかなり落としているため、けが人だらけでもなんとかなっているところ、采配が一部変なので2つ下げた。 もともとここ最近シーズンで勝って短期決戦では勝ちきれないのだがそもそも今年は CS 狙いっぽいんで戦力的には独走も狙える可能性があったが主力の不調や怪我が多発しているから。 正直意見がかなり似たものが多かったのでかなり絞らせていただきました今季の巨人を代表するのがコロナ骨折中継ぎ企用だと思いますしそれを補う戦いができていてようやっとるという意見が多かった印象があります再配満足度が5.01系統がかなり批判を呼んでいることはわかりますし大打等やスタメンの左右病等は今まで通りではあるんですが今年はかなり極端な印象もあるんですよねでそれでも実際よく耐えていると思いますが批判が多いのもうなずけるポイントはあります ただ、ポジ要素もあります。個人的に思う、今年改善されたポイント、ポジとしては、勝木選手の抜擢、セカンド起用、吉川選手の3番、ウィーラー2番と打順運用、校長時期の北村選手の積極起用、野上選手の中継ぎ抜擢、ビエイラの抑え我慢、マシンガン系統は批判も、いざという時にワンポイントを残すというのはありかなと思います。丸選手不調時に抹消。梶谷選手、坂本選手、丸選手不在でも、打順運用や、他の選手へのモチベーター的機能もあったか、 OA 選選手手ららのの序列上げ田中東選手らの我慢超結果論にはなりますが打席途中のワンポイントであの試合の流れは変わったかなと思います頂い,いたポジ意見としてはソフトバンク西武と並んで致命的な離脱者故障者が続いている中で踏ん張っているのは采配によるところが大きいと思うマシンガンマシンガン言われてるけどオリンピック休みがあることを考慮すれば今多少酷使しているのは不満だとは思わない カジ坂丸まるなしで2位にいるのは原監督再配のおかげマシンガン系統と言われるがそれで負けるのは問題だが勝っているので問題はない状態を見ながらブルペンを育てる再三をしている攻撃の再配は12球団トップ怪我人が多い中うまくやりくりしている中継ぎの当番方により今後のことが気になるが長年の経験によりどうにかしてくれると信じています 何かと叩かれることも多い原監督ですが勝ちに向けての最善策をしっかり取られていると思いますいわゆるマシンガン系統というのも相手の左右を考えている分抑える確率としては上がりますし不満としては鍵谷投手に対する信頼度をもう少し高めてほしいくらいですかね畑選手の中継ぎやウィーラー2番5番坂本選手もなんだかんだで成功していますし陽平はさすがの一言です主力の怪我や不調が相次いでいる中今季の阪神にゲームされついていけているのは原監督の選手活用のおかげだとは思う 坂本選手、菅野選手、丸選手、梶谷選手、伊能選手、野上選手、デラロサと、やってほしい選手がやれない中、なんとか2位をキープできているのはようやっとると思う。近年のドラフトの影響で、若手が台頭するまでほぼ変わらない戦力であるにもかかわらず、これだけやれている点は、さすが原監督だと思います。ただ、ぜひ、未来ある選手たちを潰さないような采配に期待したいです。選手をよく見ていることは、インタビュー等で感じられますので、そこは嬉しいです。優勝目指して頑張ってください。 はい。まあ結構ようやっとるという意見は多かったり、采配のおかげという意見もあったんですが、残念なことにポジ意見の具体性がほとんどなかったんですよね。で、今回僕が挙げさせていただいたものが、まあ多分これ以外にもあるんですよ。で、まあ言ってしまうと巨人ファンではないので、実際の巨人ファンの目線として具体的にこういうところが良かったっていうのが、まあなかったのが、 結構残念という。巨人版のアンケートが一番具体性が少なかったなっていうのはありました。まあ、ポジティブな抜擢的な意見がもう少しあってほしかったです。で、個人的に思うネガのポイントとしては、積極的な左右起用。7回先発が投げても5、6人中継起用と、早い回転の引けストーン桜井選手起用。 先発の中4起用少し焦ったように見えるローテ再編ただソフトバンク戦で戸郷選手をプレー当てたというのは、まあ、やはりこれまでのソフトバンクへの相性の悪さや苦手意識の払拭ということもあってなんとか1つ取りたい等の狙いもあったのかなとは思います先発のもう1イニングでかなり苦しむこともありますまあこちらは結果論です 代打の序列特に一戦級相手に苦しんだり代打亀井選手で苦しんだことも右打者の外側に抜くことに長けている左ンに右打者を並べると左右重視先発の早期懲罰交代畠選手の起用方法が曖昧、下で先発から上で中継ぎ起用が今年も多い二軍で好調選手特に選手らはもう少し起用があってもとは思います厳しめなコメント仕方ないとはいえ好調中勝木選手らの抹消湯浅選手や岸田選手らの控えメンバーの起用の少なさこんなところかなと思います で、いただいた意見は、ネガはほとんど具体的だったんですよね。で、マシンガン系統や先ンから中継ぎに回ったばかりの畠選手に3連投させたり、投手運用には疑問点があります。今村選手、高橋選手も開幕からローテでもあるのは実質初なのにもかかわらず、毎試合100球超えの内容で、このままでは必ず後半戦に潰れてしまうと思います。実際、今村選手は125球投げた試合の後から別人のような投球が続き、抹消でした。 ちょっとリリーフ国士が目立つかな。あと、渡郷選手の仲良くかとか、今の時期にやるのは違う気がするかな。投手陣を大切にしてください。原監督は勝つことに関して名称で間違いないですが、育てるという部分では少し不満もあります。2軍で先発調整しても、1軍に上がると中継ぎ待機というのも、選手の調整、適性を含めて起用を考えてほしいです。 先発が6枚いるのにも関わらず、中5日、中4日、中継投手をことごとく怪我させる運用。ここから怪我人が帰ってくると思うので、浮上待ってます。コロナ感染や怪我など、フルメンバーで戦えず、そんな中でいろんな手を試しているのはわかるのですが、投手機能のひどさからントさせていただきました。高梨選手や鍵谷選手など、1イニング任せてもいいんじゃないかと思う投手を、1人1冊のように使ったり、そこまで悪くないような先発を早々に諦めたり、中継投手陣に負担がかかりすぎなのが気になります。 先発投手が不足気味で、戸郷投手を中4で起用するくらい苦しいのに、先発で試合を作っていた畑選手をリリーフに回したり、ファームで先発していた伊能選手を中継ぎで使ったりと、不分からない起用法にしていることをファンからすると疑問に思います。今年は五輪休みがあるので飛ばしているところがあるのかもしれませんが、 これ以上故障してしまう選手が増えないかとビクビクしながら試合を見ています。宮本さん、原さん、どちらが判断を下してるかわかりませんが、シーズン過去のマシンガンはわかりますが、シーズン前半、及び半分くらいのマシンガン系統はもうちょい抑えてほしい感じはあります。当社はマシンガンして、野手は実績主義で、二軍で調子の良い,い選手を使わない。でも、怪我に多い中でよくやってくれてるのはポジかなって思いますね。 6月5日の7回に満塁になった時点で戸郷選手を交代させなかった。その結果満塁ホームランを打たれたのは明確な再配ミスだと思う。原監督はデータより役割という言葉を残しているように、この試合での戸郷選手の続投やスタメン、系統の際に見られる、いわゆる左右病的な企業への個室など、時折合理性を欠いた再配を見せることがある。独走してる時や消化試合ならともかく、ペナントレース中はデータや試合の状況を見て合理的な決定をしてほしい。 左右指を勘弁してくださいベテラン重視も見てられませんもっと生きのいい若手をガンガン起用して戦力の底上げをしてください最近の原監督はマシンガン系統したり一番打者をいろいろ試していたり僕は松原選手が調子がいいから固定でいいと思うんだけどなんか非常の采配というよりは非常識な采配な気がするもう少しブルペン陣をねぎらってやってください これだけ主力の離脱があったのに2位なのは原監督のおかげでももうちょっと選手を大事に扱ってほしいマシンガン系統は言うまでもないけど先発陣の中4日中5日起用もなかなかやばい当番日を詰めるってことは球数もイニングも食えないからマシンガン系統をせざるを得ないから負のスパイラルオリンピックとオルスターで休めるって言えばそれまでだけど投手の起用感に不満原監督の仮眠選手に対する信頼が大きすぎる明らかに去年より成績が悪いし重要な場面で中島選手より先,先に代打を出す意味はわからない 中継ぎの使い方がよくわからない湯浅選手岸田選手の2人を一軍に置いたまま使わないのはもったいないその他怪我人が多すぎてわからない右中継ぎが足りない屋敷王上井選手の徴用代打小林選手など意味のわからない采配を時折見られるがある程度ありにかなっている投式起用継投のタイミングが違う気がする先発に対して辛抱できない中継ぎ投入疲労で失点というパターンが多いなのに6月5日の試合では明らかに気持ちの切れた東郷選手を続投させる 中4日、5日で使っておいて、110球超えて9位をつてる戸郷くを投げさせ続けたのは見て悲しくなった。投手コーチら含めてもう少し管理と連携しっかりしてほしい。個人的には全体的に先発ピッチャーに長いイニングを投げさせてほしいです。特に今村選手、横川選手。先発に戻るのならば畑選手の3人。7回まで我慢できると良いうです。本当に中継ぎが疲れてきているように見えるので。 左右病発動すぎてマシンガン系統勝ちパで計算してる投手なら1インニング任せるべき肩作ってワンアウトで下ろすのはチームの士気が下がる気がするマシンガン系統は必要ない1インニング任せられない投手を使うな 対左右そんな重要ですかオリックスで山崎幸也選手が左の方が左で戦高いのに右投手を並べる意味がわからない梶谷選手いないなら松原選手を1番で固定してほしいこの3つですこんだけ結果に出て今年こんなに強い阪神になんとか食らいついているのはさすがだと思います中継ぎ大切にして左打者が苦手でも左腕ということで前日活躍した右を並べ結局貧度というデータを無視した最悪。病マシンガン系統での失点は少ないもののこことの場面で高梨選手や鍵谷選手などが使えない場面が 投手交代しないときは伸ばしに伸ばし通打を浴びているしかしながら野手の主力で怪我人が続出している中で A クラスにいることを考えると評価すべきポイントもあると考えます、まあ、どうしてもマシンガン系統に批判も多いです終盤ではなくシーズン最初からやってしまっているので後半の疲れ昨年終盤の内容を考える方も多いのかなと思います実際自分も心配していますがそれである程度ハマってきたこととビエイラの安定や田中豊樹選手大江選手らの安定でまとまっていくようにも見えています またとにかく怪我人が多かった中で野手でいろんな選手を使って必ずしも采配のおかげとは思わないんですがカバーできるのはすごいですし原監督のモチベーターとしての凄さを感じます投手運用は今年も心配ではありますが正直仕方ない部分はあるかなと思います実際休みもありますしこれだけ投手を使って中継ぎ防御率が最下位ならともかく平均でもあり数自体はいて先発がイニングをさらに増えることが想定される後半戦出せるところで惜しまない作戦が生きるかもしれませんた、まあ、ただ少し残念だったのは願いでは少し具体的な 意見も多かった中でポジ意見で具体的なところがあまりありませんでしたまあようやっとるという意見は多かったんですがこういうところが良いとか考えていただければなという風に思っております以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました